こんばんは。お疲れありがとう。こんばんは。皆さん。リュップ。ででん。ケンさんもありがとうございます。中村舞です。皆さん今日も一日お疲れ様です。中村舞です。こんばんは。コスプレはもうちょっと着替えちゃいました。帰る前に。そうなんです。なんでちょっともう着てないんですけども。ハートありがとう。ありがとうございます。こんばんは。 CA さん、そう今日は CA さんのコスプレしてました。そうなんです。見たかった？ちょ髪の毛をお団子にしてたんでね、髪の毛がちょっと、うん、おっしゃっている。似合ってた。で。そう、今日はお話し会でした。ありがとうございました。あのオンラインお話し会、エクストラエクストラエディション、初めて初のお話し会でしたね。ハートとかわいい、ありがとう。エクストラのこといつもエキストラって言っちゃう。そう、初めてな。ありがとうございます。かわいい、ありがとう。今日はねめっちゃみんなやっぱコスプレやったわ。すっごいコスプレの人が多かったです。今日はカオスな空間でした。マジでシュールだった。本当に楽屋が、すごい、もうみんなコスプレ、多分みんなで集合写真撮ったら本当に何の集団なんだってなるぐらいすごかったです。かぼちゃすごかった、みんな可愛かった。でもみんなどんな格好だ？みんなすご、本当にもういろいろ私服の人の方が少なかった。うん、あとなんか久しぶりにみんなに会った気がした。なんかわあ、久しぶり。うん、だと久しぶりでした。なんかココアさんと会うのがめっちゃ久しぶりに感じて、ココアさんが今多分なんか舞台とかでそうちょっといなかったりするから、稽古とかで
だからめっちゃ久しぶりな感じがして、ありがとうございます。嬉しかったです。なんか久しぶりっていう話をして、そう、名古屋ずっと名古屋いるって言ってて、そうよ、ありがとう。次また会える日までバイバイって感じでしたね。本当にそう、名古屋舞台してるらしい。頑張ってねーって、お互い頑張ってねーって、ユミリーさん以外、確かにユミリーさん以外、そうですね、似合いましたね。ありがとう。瀬戸内、確かに最近なんか PR 舞台での、そう、一緒 PR 舞台がでの活動が多分多いから、そうだね、タコありがとうございます。いつの日か忘れられてしまうかもしれません。あの人最近いないよねって。ついにいろんな人にいないよね。今日お話し会で、そう、楽しかった、楽しかったです。CA さん、そう、私初めてかな、なんか多分 CA さんやるの初めてだった気がするんですけど、そう、初、今までやったことない気がする。憧れてた、私の CA さん、私の昔なりたかった職業なので、職業の人、あ、なりたかったもの結構いっぱいあったんですけど、そのうちの一つは CA さん。どうもありがとうございます。CA さんしてみて。コンソメスープはいかがですか。リンゴジュース、コーヒー、コンソメスープ、いかがですか。コンソメジュース、コンソメジュースじゃない、コンソメスープ飲みがち。ビーフはチキン、ま、国際線、え、機内食が出るのは国際線なのかな。
ありがとうございます。ビーフオーチキン、ん、ビーフオーチキン、フィッシュは、フィッシュは言わんか、フィッシュ、フィッシュはビーフオーチキンえ、なんだっけな、ありがとうございます。いや私ね、なんか海外は行ったことあるんですけど、聞かれた思い出あんまないんですよねあれ聞かれたんかな、寝てた？え、なんかね、機内食なんか寝てたらね、なんかもらえないっていうか、まあその、まあ、それはそうじゃないですか、寝てるんだから寝てる人の前には置かないんですけど、なんか紙みたいなのが貼られてて、でなんか機内食配ったけど あなた寝てましたよっていう紙が貼られるんですよ、こうポチって。で起きて、あのご飯もらっていませんってあの言って、そうもらいます。後からもらえる、そう、その経験がある。ご飯をもらい損ねて後からご飯をもらった記憶ある。機内食美味しい、機内食美味しくない？食べたことありますか？めっちゃ好きなんですけど。ビーフとか言って記憶はないんだけどね。私は外国は2カ所行ったことがあります。ハワイとなんだっけ、インドネシア。そうなの、どっちも結構乗ってる。飛行機に、ありがとうございます。インドネシアは STU で行った。 STU っていうか STU 入ってから行った。そうなの、もう行けません。なぜかというと、あのパスポートが切れてますね、期限がパスポート、あの更新しないと、私パスポートが切れてるので、すごく行きたいですけど、ねえ、いろいろ行ってみたい。でもなんか行ったら大変そうな未来が見える私が行ったら、あ、大変そうな未来が見えるよ。ありがとう。なんか多分スムーズに喋れないと思うし、あとなんか多分人とかに話しかけるのもそんなにめっちゃ得意なわけじゃないから、ありがとうございます。英会話、ハロー、 My name is Mai, please call me Mikey, thank you。
Thank you だけ。Thank you. Thank you.一度は行ってみたい国？むず。インドはちょっと行きたいよね。インド。あとはね。なんかね、インドはね、なんかね、なんかインドの屋台の動画めっちゃ一時期すごい見てたんだけど、インド楽しそう。インド。インドのね屋台をね載せてる動画とかあるんですよ。見てみてください。そう、フランス？フランスか。え、フランスとイタリアって隣同士だったんだっけ、あれ。ねえ、私さ、世界地図さ、あんまよくわからんからさ、あれ合ってるっけ。あのブーツみたいな国がイタリア、形がブーツみたいな。いいですね。いやでもね、外国は行ってみたいです。やっぱり自分の価値観とかなんか多分すごい変わるだろうしね。なんか一度はいろんな国にいっぱい行っていろんなものを見てみたいですね。人生観変わるだろうね。アイドルとして？プライベートで？え、どっちもかな。でもプライベートでも行きたい、すごい行きたいですね。なんか私の高校の時の同級生の子がなんか国際結婚してて、そう、ちょっと前に、そう、それでなんかずっと何年か外国にいたっぽくて、大学時代に国際結婚したみたいなの聞いて、え、なんかそうで全く、そう、全然なんかいろいろやっぱりなんか変わってて、そう、すごいなって思いながら、すごいよね。
マイケはどこの人と結婚するの？うん、知らんねえ知らんねえよ、そんなことしたもんか、何にも考えてねえよって言ったことよ。結婚するの？しません。私なんかこの間タクシーの運転手さんにも言われました。なんかあなたはそろそろ結婚するんですかみたいな言われて、いやで何歳ですかみたいな言われて、23ですって言ったら、そろそろ考えるんですかとか言われたから、なんかいや考えてませんって言ったら、そうですよねってなんか難しいですよねって言われて、あーはーみたいななんかそうで、なんかまあ私もしてませんって言ってて、なんかそうですか、この時代まあ難しいですよねっていう話をしたのよ、あれ最近。こうやってありがとうございます。結構言ってありがとう。気まずい。でもなんか普通に話しましたね。すごい話よな。相手に求める第一条件はめっちゃ知りたがるやないですか。本当に本当に知りたがるじゃないですか。ありがとうございます。中村舞です。え、分からん、何なんかな、分からんないんやけど、なんかあのー、尊敬できるのがいいよねやっぱり尊敬したいかな、尊敬できるっていうのは、なんか尊敬できるところが私にも目だし、お互いみたいな、なんか尊敬できるっていう一面、ありがとうございますね。真面目よなんかありがとうございます。尊敬してます、うわみんなが尊敬してますって言ってきた他は、なんか私ね天の尺なんですよ天の尺でさ、なんかさ
あの自分のことをすっごい好きな、もう大好き、もう本当に大好きって言ってくれる人がいいんですけど、でもそれされすぎると私は、ま、天の弱なんで、うーんってなるんですよ。なんでちょっと自分自身あんまりわかんないんでそうなの、だから自分が自分でわからん。距離を、いえ違う、距離あったらもうしんないからねってなるよ。だからなんかむずいんよね、わからん。じゃあ嫌い、何なんだ本当に何なんだ。ずっと尊敬される存在で、確かにね。もう分からんで、本当に私は。働きたいか、もうずっと働きたいねもう自分のも、自分のなんか生きていくなんかあれは自分で全部どうにかしたいね。ずっと働いて自分でどうにかして生きていきたい。あら、ありがとう。誰もありがとう。養ってください。養いません。いいえ、養いません。家事するので、いいや。なんかすごいすごい質問だこりゃ。毎日褒める、それは嬉しい。毎日褒めてほしい。共働きが理想なの？お金って難しいっすよねお金の、お金の問題って大事ですよ、もう本当に。お金ってもう大事ですよね、本当に。なんか分かんないけど、すごい、なんで自分のお金は自分で管理したいし、って感じなんですよね、私は結構。そうよ、お金は難しい。お金は大事だよ、よく考えよ。自己
刻しないように毎日起きて、それはありがたいな。愛よりお金、これだけは聞いてください皆さん。愛よりお金、いやでもそれでも愛が大事だよ。いやわかるけど、現実を言うと結構お金も大事な気がする。そんな気もしてくるよ。確かに愛も大事、どっちも大事だよ結局は。そうよく聞くよ、絶対どっちも大事よ。ぶっちゃけ、いや絶対絶対大事よ、どっちも。どっちかとかないもんねえ。ありがとうございます。本当の愛をまだ知らない。そうですね、多分私は本当の愛をまだ知らないのかもしれない。お子ちゃま、どこに家建てるの？家建てたくない。家建てたくないです。なんかローンとかやりたくない。無理無理無理、一括で建てられるお金があるんだったらいいけど、お金はちょっと、お金がそんな、建てられるお金がないので建てません家は。ローンとかしたくない、もう無理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 、そんな私無理、終われられながら無理です。将来どこ住みたい？あ、なんか今あるおばあちゃん家に住みたいかな。80歳ぐらいになったら、今あるおばあちゃん家に帰る。80歳ぐらいになったらね、縁側でお茶飲んで結婚先の話する。愛媛です。いや私なんかね、家をもし作るんだったら地下に家作りたいな。なんか1階はなしでいいや、 B1 からある家2階、 B1B2 ぐらいでいいや、で2階掘り、そう地下に、なんかここに本当に家があるか分からんみたいなね。だからなんか、ようこそいらっしゃい、ここが私の家です、本当に家あるんですか、そうです、それでは行きましょうってこうやって階段を降りていく。窓がない、なんで湿気る、ほんとマジでカビだらけの部屋になりそうだわ私だったら。もうカビカビの部屋になるかもしれません。別の人の家が建つかも、それならワンチャンいい。宅配とか困りそう。宅配ね、モグラと同居、モグラね、掘り続けます。もう家持たなくていいかもしれん、もう旅人みたいにもう歩いて行きたいかも。究極究極です、旅はもう旅です、本当にもう
旅人。ヤドカリ生活かわいい。住所不定になる。確かに確かにね。住所って持たないといけないのかな、分かんないけど。就職できないよ。すごい現実問題。確かに住民税とかどこに払うんだろうって感じだよね。そうだよね。思わん。捕まる？嘘。牢屋？やだ。なんかどこに暮らしたいかって言われたら難しいですね。難しくない？私愛媛にいる時広島に住むとも思ってなかったしな。もうどこに住みたいとかいうのはもうないんですけど。広島いいところだよ。ただ私広島の町っていうか、その道覚えるのめっちゃ時間かかった。本当に住んで割と時間かかって、全く覚えれんくて道とかね。もうね、それが悩みだから本当に引っ越したりしたらもう大変だと思うの。めっちゃ時間かかった。複雑？分からん。広島川多いよね。確かに川多い、橋が多いのかな。むずかった。来た時はすっごいむずくて。そうです。分かんなかった。でも今も分かんないとこめっちゃある。ゲバントホール？いや、私多分一人で今ゲバントホールに行けって言われても行けない。ゲバントホール、だってお仕事の時は気づいたらゲバントホールにいるし、ゲバントホール行けない。なんか一回行ったんだよね、ゲバントホール。行ったんですけど、もう忘れましたね。どうやって行くのか、自分行けんよ、多分。私なんか滑舌がすごい悪くて、なんかタクシーとかに乗った時になんか「まるまるまで」って言ったら、そのまるまるを別の場所だと勘違いされて、すごいなんか別の遠い場所まで行ったことがあるんですけど、
道をあんまり覚えてないから、行ってる場所が間違ってるかどうかすら分かんなくて、なんとなく乗車時間が長いなとか思って、でなんか見たことない場所だなって思いながら気づくみたいなあるよ、割とあります。危険ですよね。スマホのマップ見てますよ。見てるけどね。見てるだけで見てるだけ、あー、料金どうなった？でも一回あの本当は私が行きたかった場所はここなんですって言ったら、運転手さんがすごい割引してくれたことがあります。その分だけめっちゃ優しい。すいません、ねえ、ありがとうございます。ねえ、優しい。うちの名前？え、読めるよ。1年前ぐらいに読めるようになりました割と。読めるよ。でもあんま分かんないかも。うん。難しいよ。え、いや、ちょっと分からんやつあるわ。ちょっと書かんとってや。ちょっとコメント欄に書かんとってや、ちょっと。ちょっと無口に、ちょっと怖いから何も言わんとこ。難しいよね。なんや、見たことないのばっかり。ちょっとしゃべれんよ、みんなが漢字ばっかり書くんだから。かんとってや。愛媛、愛媛わかるよ。もう18年間ぐらい住みましたからね。クイズ番組出れんよ。私絶対クイズ番組とか出れんよ。その悲しい、クエスチョンとか言ってるのにね、キューとか言ってるくせに絶対クイズ番組出れない。絶対にそんな、もう知識もないし。出れんで。
おバカ枠？でも私、おバカですか？ちょっと聞きたい。私、でもおバカじゃないと思うんです。おバカ枠っていうほどおバカじゃないと思うんですよ。でも、確かに出れんけど、だから、おバカじゃないよね。ちょっと、おバカじゃないよね。おバカじゃないと思うんですよ。うーんとかじゃないですからね。おバカじゃないと思うんですよ。ただ知らないことはめちゃあるけど。どっちかに振り切っていかないと。やめてよそんなの。にゃん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 。雑学が好きですね。でも勉強できなそうだけど頭いいと思う。なんか嬉しいんかもしれん。嬉しいのかな。勉強できなそうだけど頭いい。いやでも本当に勉強できんかも。分野による。こうやって言っとけば大丈夫。分野によるね。本当に言うんだよ。ありがとう。今日なんか何話してたんだみたいな感じのこと多いんだけど、この配信は、忘れてください。記憶から皆さん消してください。ちょっと待って、誕生日ウォルフィーさん、オッキーさん、瀬戸内勉強中さん、トールさん、きなぺこさん、アルフォートちゃんちゃんになってる、シンジさん、コウジさん、東京のスワンさん、リョンキューさん、ドラルフさん、ヨッシーさん、わーん、ちょっと待って、トンカチカチコーンさん、ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさいませ。また明日。皆さんゆっくり寝てください。また明日、また明日、また明日。はいはい、お疲れ様で、キラキラー、ラブユー、ラブユー、キュン。おやすみ。またねー。バイチャロ。